群馬県草津温泉松の井旅館。深夜も入れる貸し切り風呂があって、一泊二食1万円ちょっとのコスパ抜群の宿。とてもフレンドリーな若旦那と若おかみ。屋内は綺麗にリフォームされていて清潔。フリードリンクコーナーが人気です。部屋は古めの旅館でしたが、布団はふかふかでぐっすり眠れます。立地もバスターミナルから徒歩3分程度、湯畑まで徒歩5分程度で抜群です。正面に見える建物は口コミ評価も高く大人気のホテルです。しかしこのホテルが行動しているように、温泉に関しては 100% 完全源泉かけ流しではありません。加水加温されています。年に2回の清掃で問題になった福岡県津海地温泉大抹別邸、口コミでは 4.4 の評価、お風呂最高となっています。素人の温泉評価は当てになりません。松の井旅館では 100% 完全源泉かけ流しのお風呂を清掃時間を除き、いつでも24時間入浴することが可能です。貸し切り風呂、梅雨、温泉のお風呂も新しく個室で鍵をかけて貸し切り利用します。湯畑源泉のお風呂、シャワーと同じ排水口に温泉がかけ捨てされているのが本物の証拠です。加水なし、加熱なし、循環装置なし、消毒なし、入浴剤なし、これが本物の源泉かけ流し天然温泉。貸切風呂、新。こちらのお風呂は他のお風呂より一段深いのが特徴です。見ての通りお風呂が2段あり、とても深いのがわかります。贅沢な掛け捨て温泉、滝の流れのよう。贅沢だね。湯船の温度は 44.9 度、初心者向けのぬるくじない中級者向けの温度です。貸し切り風呂、新。こちらのお風呂はレイが2つ並んでいます。斜めの部分の足元が滑りやすいので、左側のバーに捕まりながらお風呂に入ります。贅沢な掛け捨て温泉、滝の流れのよう。贅沢だね。本物の掛け捨て温泉の場合、1回の入浴の場合、小さな湯船ほど早く温泉が入れ替わります。30分程度バイキンもすぐにかけ流されます。このように常に新鮮な温泉になるのが 100% 完全源泉かけ流し風呂。毎日掃除することにより消毒剤は必要ありません。貸切風呂、マス。大型旅館のように部屋数が多くないため、いつでも入れます。こじんまりしたサイズの浴槽ですが、貸切風呂では最適な大きさ、常に新鮮な温泉を堪能できます。贅沢な掛け捨て温泉、滝の流れのよう。贅沢だね。夕食の時間だよ。美味しそう。食事は美味しいと評判です。これにデザートが別につきます。朝風呂の時間だよ。温泉旅行の場合、第一に価値を求めるものは温泉であることをおすすめします。最近は一泊何万円という豪華な旅館やホテルが人気ですが、料金の高い宿が
良い温泉とは限りません。こちらの宿は草津温泉では、一泊朝食サービスの値段で2食付き貸し切り風呂、本物の源泉かけ流しを堪能できます。